オカルト好きの多い会社。私はかつてデザイン会社で働いていましたが、デザイン関係の人は霊感があったりオカルトが好きな人が多く、自分の働いていた会社もご多分に漏れず、若手社員はその手の話が好きでした。ある年の社員旅行では、後輩に怪談話のうまい子がいたので、みんなが一部屋に集まり、後輩の話に興じるという一幕もありました。そんな社員旅行から何ヶ月か過ぎたある夜、私は社員旅行の夢を見ました。その部屋というのが不思議な部屋で、下は真っ暗で奈落の底のような、とにかく長い階段の途中にある窓もない部屋でした。気持ち悪いと思いつつも、騒いでも他のお客さんに迷惑がかからない部屋だったため、枕投げなどに興じ、みんなで騒いでいました。しかし、私たち以上に大きな音が部屋の外の階段から聞こえてきました。大勢の人がドタバタと大きい音を立てて移動するような音です。あまりのうるささに、先輩がドアに向かって苦情を言いに行く姿が見えました。その時、私は部屋の外にいるのは人間ではない存在だから、ドアを開けたら大変なことが起きるのだと確信していました。先輩に向かって、開けちゃダメ、と叫んだものの間に合わず、先輩はドアを開けてしまいました。その瞬間、何か部屋の中に押し寄せてくる気配を感じました。しかし私は見てはいけないと直感し、布団をかぶったために何が入ってきたのかはわかりません。自分の身を守らねば危険な目に遭うと感じたので、とにかくお経を唱えなければと思いました。しかしお経など知らない私は、南無阿弥陀仏やら、南無妙法蓮華経などとめちゃくちゃに唱えているところで、夢の中の私の意識はなくなりました。朝起きて、変な夢を見た、と思ったのと同時に、あまりに詳細に夢の内容を覚えていることに、なぜなんだろうと疑問を感じながら出社しました。私が出社して間もなく、私の夢の中で部屋のドアを開けた先輩が何やら興奮しながら出社してきました。その時、先輩の口から出た話は、あの夢はここに繋がっていたんだ、という内容でした。先輩はその夜、就寝中に何者かに足をつかまれたというのです。俺の家、マンションの12階だろ?なんとか振りほどいたけど、窓の方に引っ張られてやばかったんだよ。と、興奮しながら話す先輩に、自分の夢の話をした瞬間に、お互いに凍りついた感覚は、今も忘れられません。単なる夢と言ってしまえば、それで終わる話です。しかし、あの夢の中で、私がデタラメながらもお経を唱えていなかったら、何が起きてたのでしょうか。私の身にも、何か起きていたのでしょうか。ネオホラーラジオ。はい、ネオホラーラジオ、コウタです。ワッタです。よろしくお願いします。お願いします。はい、聞いていただいたのが、オカルト好きの多い会社という話です。はい。シュンズさんという方からお送りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方もそうやねんけど、うん、結構夢の話っていうのが体験談としてお送りいただくことが多くて、うん、その中でも興味深いというか、うんうん、なんか他の人も自分と同じ夢を見てたとか、うん、そういうのって結構あんねんけど、うん、この先輩のように窓の方に引っ張られてたみたいな、うん、話を具体的にする人っていうのがなかなかおらんというか、うんうんうん、しかもなんか引っ張られてたんて夢の話じゃないよな、この先輩が。ないな、現実やな、うん、もうその時点でなんていうの、ありえるそんなことっていう話というか、うん、実害みたいな感じ、うん、その会社出社してさ、うん、昨日窓の方に足持って引っ張られてさっていう会話ができる会社ってすごいなと思って
こいつは頭が大丈夫なのかって思われるやんの、うん、絶対普通の会社やったら。最近忙しいもんなって返しちゃうやんね。普通やったら、普通やったら。でもそれぐらいこう、それが受け入れられるぐらい、この会社がそういう人が多かったという。すごいよな。なんかその先輩に話を聞いてみたいぐらい。どんな感じでしたっていう。そう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 。全く体験ないからさ、うん、例がいるかもぐらいのさ、うん、怯えることあってもさ、うん、勝手に、うんうん、実際に足つかまれて窓の外まで持っていかれるってすごい話というか、怖すぎるなマジで、うん、確実にベッドから窓の方まで引きずられてるわけやからな、うん、抗えへん力なんやろな、うん、で片や投稿者さんの方でそういう夢があって、うん、っていうのを後々知って、うん、二人ともゾッとするって言ってたしな、うん、シンクロしてるのが面白いな、うん、実害を受ける側の方と、うん、夢でそういう風なことがあった方と、うん、でこれシンクロしてるようでしてないか、ちょっとしてなくない、どうなんやろ、してんのかな、まあ、なんかこのまあ投稿者さんの見た夢って、うん、社員旅行で、うん、まあ、みんなでワイワイしてたと、うん、でそれ以上に周りがざわざわしてて、うん、注意してくるわって言ってその先輩がその部屋から出ようとした、うんうん、なんなら出た、うん、っていうとこやんか、うん、でもこの先輩は足を持たれて、うん、窓の外まで引きずられようとしてたっていう話やんか、うん、部屋を出たから足を引っ張られたのかっていうのがちょっと不思議というか、防御壁みたいなってたこと、部屋が、そうやな、なんか部屋の外に何かおるみたいな感じ言ってたし、うん、この先輩じゃなくてもその出た人、違う人がその立場になってても同じようなことになってたんちゃうか、うん、あーでもそっちやと、うん、その夢が強すぎるというか、うん、社員旅行の夢を見てなかったら、うん、何の被害もないっていう、なんか加害者がなんならこの投稿者さんみたいになっちゃうやんか、そうやな、うん、なんか、うーん、なんだから、うん、感覚的にはその先輩は、うん、もう引っ張られる、なんなら霊障に遭うみたいなのは、うん、確定事故、もうその日がそういう日、あーそっちか、うん、はんはん、発症がそっち で、うん、でたまたま投稿者さんが夢を見、そう、それが反映されて逆に投稿者さんの方に夢が行ったみたいな感じ、うん、そう、だから自分の仲間から人が一人消えるっていうのを暗示するような夢を見た、うん、はー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 、なるほど、で助けるために、そうそうそう、必死にお経を唱えてそれがどういう形であれ聞いたっていう感じか、うん、あーなるほどな、うん、おーおー、そっちの方がなんか納得はいく気がするな、うん、じゃないと死にそうにならへんわな、うん、でもこれ不思議よな、なんか今までにない、間違いなく、うん、会社には結構霊感持ってる人がいるんですみたいな話あったやんか、うんうん、だからこの投稿者さんに会ったかどうかは話してないやん、うん、特には、うん、霊感持ってる人のそばにいたら自分も霊感が身につくみたいな、うんうんうん、聞くな、うん、聞くから、うん、なんかそういう集団に揉まれこの投稿者さんもちょっと身についてたとしたら、うん、そういう被害に遭うっていうのを感じれたっていうのがあるのかもしれへんっていうか、うん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 、でもこの先輩がやばい、そうやな、変な場所とか行ったんかな、確実に向こう側へ誘われてるというか、うん、な、引きずり込まれようとしてる感じやし、うん、でも集まるとこには集まんねんなって感じよな、うん、確かにな、会社でそういう人がいっぱいおるとかもさ、うん、結構前にも夢の話取り上げた時に、うん、ゼミ合宿で全員同じ夢を見てたみたいな、うんうんうん、あったりするから、だから集団でおることによってそういうのが発生するみたいな、うん、一時的にそういう力が強まるみたいな、うんうんうん、そういうのもあんのかなっていう気になるというか、でもいいな、会社でそういう人らばっかいっぱいおるっていう、そうやな、コウタからしたら理想やんなほんまにちょっと面白いよな、全然喋るよな、うん、そんな人らばっかやったら、そうめっちゃいじられそう社員旅行でおい、ほらネオフララジオやれよ始めろよほら一人でよとか、それは嫌ちゃう、めちゃくちゃいじられそうほらほら YouTube やってんだろとか言っていやいじめやんそれもゴリゴリいじられた、オカルトあんま関係ないやん、そう泣きながら泣きながらやんねやはい、でほらラジオコードですオカルト好きの多い会社という話を紹介させていただきましたつってつらおい聞こえねえよおいっつって窓の外に足持って引っ張られて落とすぞみたいないじられるわ、 YouTube やってたらそうはならんかったかもしれないこの人の体験を
辛いけど。でもこの、自分の周りにデザイン関係の人っておらんねや、あんまり。うん。だから分からへんだけで、うん。これ聞いてるその、デザイン関係の仕事してますとか、なんかそういう趣味でやってますみたいな人が聞いてたら、うん。あ、自分の周りも多いなって思うんかなというか。ああ、確かにな。うん。面白いよな、それって。うん。デザインね。うん。結構な、絵を描いてますみたいな、うん、イラスト描いてますとか、あとはプラモデルみたいな、うんうんうん、なんかそういうの作ってますみたいなツイッターのアカウントの方からフォローしていただいて、うん、でなんか作業中に聞いてますよみたいな、うんうんうん、メッセージもらったりとかしてるから、うん、もしかしたらあ俺の周りにもみたいなのは結構あるかもしれんというか、うん、そういう人の作品が見たいよな。あ確かにあったやん前配信でさ、イラスト描いていいですかみたいな、うんうんうん、あの方とかそういう俺らのじゃなくて、うん、あなたたちの配信を聞きながら作ったのがこれですみたいな見てみたよ。ああ、一回反映されてんのかな。してない、絶対してない。形 1% でも入っててほしくない。申し訳なさすぎて。そう、いやちょっと見たよな。見たいな。主婦の人とかもさ、うん、家事しながら聞いてますみたいなって結構言ってくれたりするから、うんうんうん、もう晩ご飯とか、うん、もう料理も作品やからもはや。そうやな。うん、なんでちょっとためらったん。まあまあまあ、料理も作品やから。うんうんうん、間違いない。あなたたちの動画を見ながら作った晩ご飯です、みたいな。うん、それ見てみたいな。気が向けばぜひということで、うん。洗濯物畳みながら聞きましたかな。うん。洗濯機にラジオを聞かせたらいつもより綺麗になりました、みたいな。そう。本人しかわからへんや、マジで。ビニールハウスで流しっぱです、みたいな。甘くなりますかね、そう。今年は農薬不要です、みたいな。やばい、虫も寄りつかない。虫も寄りつかない。あればっていう感じやな。で会社いっぱいあんのいいな。でも思ったけど、それこそ、会社で、そういう人らが集まるってなってるやん。うん、だから自然と、そういう人が集まってきたんかとかも気になるというか。うんうんうん、それか、採用担当の人が、ものすごい能力持ちで。霊感がある人かどうかを判別できる能力持ちかもしれない。集めに行ってたってこと？そうそうそう。そう。ありありありみたいな。なしなしありみたいな。チェックつけて。めっちゃ楽しんでるやん、採用。うん。それで集まってきてた可能性あるよな。生たち。生たちが。おぉ。選ばれし。ほんまや。だから俺が就活で落ちまくってたのも霊感がないからの可能性あるから。いや。霊感、その集めてる会社ばっか受けてたってことになるけど、それ大丈夫？いけるいける。でも何社に1社あったら受かってたから。そうそうそう、可能性がな、あ、上がってたというか。就活大変やったからさすがにそれで取ってほしかったな。でもまあ霊感ないから無理やったんやろな。そうそうそう、うん、就活やばくない？就活って面接とか、うん、そうやな、やばかった、地獄やねんけど、うんうん、大変やろ、うん、昔の人とかどうかわからんけど、うん、俺らぐらいの世代、うん、よりちょっと上の方が大変って聞くけど、うん、あ、就活今思い出してもやっぱ大変すぎるというか、そやな、うん、俺は駅から5分やってやんか、その会場がな、面接の、うん、そうそう、はいはいはい、で5分って書いてるから、まあそりゃ5分で行けるんやろなと思うやん、うん、まあなんやかんやって1時間かかったで着くのに迷って。そうやな、あの一応右手にスマホ持って、うん、地図アプリは開いてたな。なんか俺の思ってた大変の話とちょっと違う。違う。いやちょっと、なんかそう、 ごめんな。やめてくれ。もごもごすんのやめて。就活ないやろ。就活大変やったよなって話で、会場までたどり着けへんかったみたいな話するやつ。たどり着いたよ。1時間で、1時間半前に家出てんで。迷う想定で。迷う想定、もちろん。ただでも、自分でもちょっとびっくりしたけどな。5分のとこやで、だから。かかっても30分かなとか思ってて。うん、で、その、1階にかかって。違う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 。こんな違う。就活始まってないから、それ。1についての手前やね。手前、マジで。ウォーミングアップやから。あの、手首グリグリしてる時。そうそうそう。何その。観客に手振ったりしてる時か。就活大変やったよな。結構、うんうんってうなずいてくれてる人おったと思うけど。何の話今のこいつ何をってすごい変な話変な時間やったで、ね、効率化せてしまったな。いやほんまにほんまの大変教えてやお手本出してやみたいなやめて
言い出しっぺやねんから、お手本出してや、みたいなノリ。言っちゃ嫌やわ。いや、普通やけどな。普通にその、面接で、みたいな、うん。集団面接とかあるやん。うんうんうん。採用担当の人、一人二人前座ってて、うん、で、こっちは、四五人一気に、その面接に答えるみたいな。うんうんうん、左端の人から、とか言って、はいはい。で、その、自分の手前の人が、強めのこと答えてたら、うん、俺こんな答えしかないけどいいんかな、みたいな。もやっと しちゃう、みたいな。強めの答え。うん。潤滑油ですとか、そういうやつ。どういうこと？潤滑油知らん？知ってるわ。いや、意味だから。強めちゃう言うん。あ、こいつほんまに面接で潤滑油って言うんや、みたいな。あ、面接太郎です、みたいな。そうそうそう。名前が。僕は、この会社で潤滑油になります、みたいな。違うか、うん。これもまたちょっと。ずれてる。ずれてる。一生ずれてるから。今日一生ずれてるわ。いや、それこそ、自己 PR お願いしますって言われて、うんうんうん、その時5人ぐらいで一緒に受けてて、うん、集団面接、うん、で俺が4番目ぐらいあって、うん、でその手前にさ、お名前お願いしますとか言われるやん、うんうん、あの時にその俺の隣の人が中国人やねんなっていうのが分かって、あーなるほどね、おそらくな、うん、名前の感じとか、うんうん、話し方とか的に中国人の方なんかなっていう感じ、うん、でこう自己 PR どうぞってこう端から進んでいくねんけど、うん、その中国人の人が来た時に、うん、あのそれまではさ、その手前二人はさ、うん、自分は何々の部活してたんで、うんうん、体力には自信がありますみたいな、うんうんうん、そういうなんか割とテンプレっぽい感じやんか、うん、そしたらその中国人の方が来て、その僕は動物で例えると、うん、犬ですって言ってんな、うん、新しい切り口やなみたいな、うんうんうん、俺的には、うん、でそしたらその中国人の人が、だから僕は犬みたいに、うん、ご主人様の命令があればどんな状況でもどんな過酷なことでもボロボロになるまでやりきりますって言って、うん、俺中国人の思う犬のイメージ怖っと思ってやばいね一生服従やん犬のイメージ怖っと思って、どれやんそれなんか自分が言おうとしてたこと全部飛ぶな、うん、犬のイメージ怖っと思って、うん、あなたどうぞって言われて、俺も犬のイメージ怖って頭に。ほんまに。全部それ。そう。でも何かわーって言って、みたいなのが乗り切ってんけど、うん、そういうなんか強めの人が隣におると、うんうんうん、うん。この場合は空気持ってかれたってだけの強めやねんけど、うん、他やと、あなたの一番の失敗談を教えてください、みたいな、うんで。そしたらさ、そういう時って大体なんか数十秒でまとめるというか、うん、喋っても1、2分やと思うね、うん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 、5分ぐらい喋るとった。つえーうん、隣に。そう。で、その内容が、その失敗談や、うん。一番の。うん、人生のやり、うん。人生の一番の失敗談が、うん、その人は草野球をやってると。うん、で、人数が11人いると。うん、補欠入れて、うん。で、それぞれ11人に何かしらの役割があると。うん、言うたらボール持ってくるとか、うんうんうん、車出すとか、うん。そういうなんか役割があって、その中で自分はお弁当を頼む係やったと。で、その日、相手チームが、20人ぐらいいる、うん、結構大所帯の草野球チームやったと。うん、でそしたら、合計で31人や、うん。何を思ったか、自分はお弁当31個注文したと。めっちゃおもろいやん。でも、実際にそのお弁当を食べるのは、11人の自分たちのチームのやつだけやと。うん、その日から7日間連続お弁当だけを食べる日が続きました。って言うねんけど。俺面白くてさ、隣で。うんうん、で、その、そいつは就活来てるから、うん、めちゃくちゃドヤーみたいな感じで、うん、いや、本当に31個のお弁当を目の前にした時、みんなになんて伝えようか、僕は悩んだんですが、ちゃんとみんなに、まっすぐ謝ったんです、みたいな。こいつは一体何を話してんのやろみたいな。笑っていいんかなみたいな。隣の俺。で、面接官も、うん、ちょっと面白なって、なんか、おーみたいな。それでそれでみたいななっちゃってんのよ。で、意外と受かるやつってそういうやつなんかもしれへんなって思った。その、楽しい感じに、自分の空気にしたっていうな。そうそうそう。うん。5分間無理やね、うん。楽しくなかったらな。そう、うん。聞ける話じゃなかったら、もういいんでってなるもんな。そう。その後に来るからさ、俺の。もうなんか、満足しちゃってんだから。確かにな。全員一つの話聞きました、みたいな。そうそうそう。全員満足しちゃってて、うん、じゃあどうぞって言われてもさ、
はい、私は、みたいなこと言うねんけど、なんか、そんなに。そらそうやわな。響いてる感じが。もう無理やろ。ああ、みたいな。消化試合や。そう。霊感さえあればって思ったけど。無条件で取ってもらえたもんな。そう。霊感あった。霊感あったら無条件で取ってもらえた。うん。いや、ショックやな、でもあれは。別にこれ、俺も別に大変な話じゃないか、これ。いや、大変やろ。ちょっとちゃうな、でも。そうかね、普通に圧迫面接の話とかの方がよかったな。それは、なんか、大変な感じが違うな。でもあるで。あるんや。ガンガンある。あ、そうね。うん。普通になんか、テストみたいなの受けさせられて、うんうん、で、後日また面接に行くんやけど、うん、面接が、もう役員クラスなんかなってぐらいのおじさんぐらいの年の人が4人座ってて。で、俺の答案を、おそらくコピーをみんな見てる感じやねん。うん、で、もう俺に喋りかけてこへんねん。え？その答案見て、うん、おそらく他の人が間違ってたであろう、言うたら回答率がめっちゃ低い。ところが、うん、俺が書いてて、うん、しかも正解してたっぽくて、うんうん、そのなんか紙指さしながら、うん、おい、こいつここ答えとんぞ。しかも合っとるし、はははは、みたいな。キモ。やばいな。うん。俺それで、スーツ着てこう、ビッて座ってるから。いや、うん、で、じゃあ、名前言って、みたいな。そっから始まる。そう。でも、ほんまはなんか、家族のこととか聞いたらあかんって聞くねんけど、うん、俺めっちゃ聞かれて、うん、兄が言います、みたいな。うん、で、お兄ちゃん何やってんのみたいな。教師です、みたいな。うん。そこまで聞いてくんねん。うん。で、お父さんはどんな仕事してんのみたいな。うん。で、一応自営業なんですけど、みたいな言ったら、うん、ああ、じゃあ、お兄ちゃんが、そういう、ちゃんとした職ついてて、で、家自営業。ってなったら最終そこ行ったらええやみたいな感じで苦労したことないやろ就活とかみたいな来るからえぐいやうんな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 んひがみ意味わからへんようんでいやそういうのじゃなくみたいな言うしかないかなそうそこに連れてきたかったな犬みたいに駆け回るやつ弁当頼み間違えるやつそんぐらいでも来るからなすげえなうんそういう会社もあるっていうで思うでもしそこで採用してもらっても、そこで働きたくないなって。間違いないよな。誰がそれでさ、うん、採用もらってもさ、入りたいって思うねんっていう話よな。うん。いや、あれは演技やってとか言われてもさ、うん。無理無理。無理やんな。うん。知らん知らんってなるやん。そう。こっちから願い下げやん。うん。今時流行らんな。そうやな。ずーっとそれでやってきてんやろな、多分、うん。やと思う。うん。それこそ社員旅行、さあ、そういう会社の、うん、圧迫面接とかする会社の、うんうん、社員旅行とか行ったら、おお、お前 YouTube やってんのか、つって。絶対やれんな。ほら、早く始めろよ、寝ろほらラジオ、みたいな。言われて俺が泣きながら。入ってるからな、やるざるよな。そう。言って、で、足を持ってまたまで引っ張られて。精神的にも肉体的にもやな。そう。って思ったらやっぱ、すごいいい環境やな、この投稿者の人。そうやな、みんなオカルト好きでな。うん。仲良さそうやんな。うん。そういう仲の良さもあったんかもな。その、リンクしたような夢を見るっていうのは。うんうんうん。なんかあんまり接点がない人の夢でリンクするっていうのはあんま考えづらいというか。うんうんうん、うん。だからやっぱみんな仲良くて、そういう社員旅行でも部屋に集まるぐらいの何かがあってっていうところで、さっきも言ったけど、その、霊感あったりする人が一堂に会すると、なんか一時的に強まるなんかがあるんじゃないかみたいな話だけど。うんうん。実際にその時がそうやったんかもしれへんな。うんうんうん。で、なんか持って帰ってきて、みたいな。うん。うん。そういう感じもあるかなっていうのは考えれるから。うん。結構話って、霊感ある人ってやっぱ一人二人やから、うん、出てきて。うん。こうやってなんか、みんな持ってるとか、みんなオカルト好きとかいう話ってなかなか聞かへんかったから。そうやな。うん。すごい面白いなと思ったというか。純粋に羨ましいが強いな。うん。確かに。うん。周りにおらんもんな、ほんま。うん。なんか、な、それやったら、もし、その時に聞いた話とかでも、うん、まだあるよってことだったら、聞きたいな。聞きたいなと思うんで、うん、よければぜひという。なんか依頼しまくってんな。A とか書くよって人が終わったら、あなたたちのを聞いてこれ書きました、みたいな、うん。ご飯作りました、みたいな、うんうん。プラモデルこれ組み立てました、みたいな、うんうんうん。この種植えました、みたいな。この種植えました。そして収穫しました、みたいな。そして、その収穫したものでご飯作りました、みたいな。無限ループや。そういう感じで、なんかそういうのも嬉しいですという感じです。はい。という感じで、ちょっと結構喋ってしまったから、今回は一本かなと思います。はい。というわけで、ご投稿いただいたしゅんずさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。